古い石垣と生垣傾いた電信柱、黒くて重たい自転車で、あなたは風になって私を他の上から連れ去った。あなたが旅立った頃、こくりこの花が咲いていたこと、まだ覚えてますか？私はとても元気です。去年より背が伸びました。私はいつもここにいて、今もこれから先もあなたの旅の無事を池部聡さん、そして手嶋葵でした。ありがとうございます。